はい、酒好きな新潟人の石戸が始めていきます。今回は、札幌の生ビール、冬物語ね、限定醸造、アルコール度数 6%、冬のまろやか仕込みとなってます。原材料が麦芽とホップと米とコーンとスターチ。これアルコール度数 6% ですね。これは結構珍しい。まあ、麦芽 100% ビールではないんですけど、まあ、普通の生ビールとしてはアルコール度数 6% っていうのはかなり珍しい部類です。あっても 5.5% ぐらいが、まあ、いいとこでしょうね。うん。これは珍しい。うん。大概のビールはだいたい 5%。あっても 5.5% ぐらい。5.5% でもかなり珍しいですね。普通だったら。日本のビールだと、ね、やっぱり。珍しい。まあ、冬物語は、前も飲んだ気はするんだけどね。まあ、今年、晩ということ。今回の、つまみは、カイミーです。ハバネロのね、暴君ハバネロだって。それじゃあ乾杯。あら、あ、ん、ちょっとぬるかったか。あー、でもやっぱ5% と 6% じゃ全然違うね。このアルコール度数の 1% 違うとだいぶ違うわ、ビールだと。うん。これはかなりアルコールのパンチが効いてるっていうか、アルコールの味がするっていうか、なんつうか、うん。これは美味しい。美味しいっていうか、うん、味というかね、もうコクとかじゃなくてね、もうアルコールの味が全然ね、1% 違うとだいぶ出るんで、ビールだとやっぱり。うん。やっぱそこがでかいですね。そこはこの商品の売りなんじゃないか。ああ、全然、あ、すげえアルコール感強い。うん。それでしかも結構、コクもある。まあ普通のビールに比べるとなんか、濃い感じはするね。まあ冬物語というのは冬ですけどもね。もう冬なんですけども。俺は冬が一番季節の中で苦手でして、新潟県に住んでながら、新潟人でながら、冷え性なんで、冬が一番嫌いでですね。うん。なんですが、まあ小学生の時に、確か、小学5年生か4年生ぐらいだったかな。スキー行ったんです。親に連れられてね。でね、俺、スノーボードやったことないんですけども、まあ、その、何回行ったんでしょ。一生の中でね、今までにスキー行った回数多分、5回ぐらいしか行ったことない。てか、やったことない。うん。5回ぐらいかな。まあ、ガキの頃ですね。まあ、スキー行ったんですけど。スキーね。最初の頃は本当に全然滑れなくて。んでね。リフトも乗れなかったんですね。あれ、子供の時。リフト乗るのがめっちゃ怖くてさ。あれ乗った人、まあ、ね、スキーってやっぱ、ほら、雪積もるところしか、
できないじゃないですか。だからリフトとか乗ったことない人たくさんいると思うんですけど、めっちゃ怖い。うん、あれね、乗るのもね、降りるのもね、怖いです。うん。慣れると、まあ、なんとかなるんだけど、俺確か最初の乗り降りの時に、何だったっけな。乗るのはなんとかなったんだけど、確か、靴をですね、片っぽ、リフトでこう、ブーって上に行ってる最中に、靴っていうか、スキーをこう、履きながら行くんですけど、その途中で靴を落としてしまって、で、親父がね、取りに行ったんです。そこまで。っていう思い出があるのと、リフトに乗って上まで行った後に降りるときですね。あれにね、めちゃくちゃ怖かった。で、こけて、降りれないとまたこう、U ターンしていくわけなんですけど、うん。やっぱかっこ悪いじゃないですか。登っていく人と、鉢合わせっていうかまあね、になるわけですよ。それさすがに恥ずかしいじゃないですか。ね、あれなんか、あいつなんか下ってくぞ、みたいな。リフトで下ってくやついないって、いないと思う。だってスキーで普通下るわけですからね。スキーで山を下るわけですから、結局。だから、リフトなんて登るための用しかないんだけど、こう、循環してるから、ね。まあ、リフト乗ったことない人に説明すると、こう、まあ、循環するわけですよ。だから、もう隣に、帰ってくリフトがあるわけですね。登ってる、こっちが登ってる最中に、こう、右のあたりにこう、下ってるリフトがある。それに乗ってくって嫌じゃないですか。なので、なんとかして降りたかったんですけど、確か降りるときにこけて、で、結局降りるときって、こう行って、進行方向に降りなきゃいけないわけだから、それと進行方向にリフトが動くわけですよ。つまり、ちょっとこう、反動つけて後ろに、ね、こう、バンってこう、踏み出さなきゃいけないんですけど、それが子供の時に、怖くて、で、確か、こけて、で、その、今まで乗ってたリフトに、頭をぶつけて、グオーみたいな、感じで転げ落ちて、なんとか降りましたけど、怖かった。めっちゃ怖かった、あれは。うん。で、俺が行ってたスキー場が、確か初心者コースと中級者コース、上級者コースってのがあって、があるんですけど、確か、初心者コースはリフト使わないんですよ。結局、ただの山。そこら辺に山があるから、そこで練習しなさい、みたいな。で、中級者コース以降が、その、リフトに乗って、下るタイプのとこなんですけど、で、中級者コースがね、林の間をね、こう滑っていく、道があって、バーって滑っていくんですけど、あれがね、なかなかね、ちょうどいい感じの。で、上級者コースがもう、まず、こう、ブワーンって、急斜面の、だけの、やつね。で、俺なんだか知らんけど、最初にいきなり上級者コースに行って、で、むちゃくちゃもう急なんですよ。本当に。あれは本当にやばい。で、スキーって、こう、ブワー滑るじゃないですか。
でも直角行になってブオーって行くと、もうとんでもないスピードが出るわけですよ。だから最終的にある程度こう足でこう踏ん張って、こうブレーキをかけながら、こう横にこうギャーギャーって滑りながらこう速度を抑えつつこう行くんですけど、子供の頃それができなくていきなり直角行でビヤーって、で、こけて、そこで泣いて、でね、もうそれ以降、結局斜め折りとかができない、買ったんですよ。ね。それなのに上級者コース行って、泣いてね、親父にね、おんぶされて、そのまま、徒歩でこう、テクテク、ね、おぶらされて帰ったことありますね。あれは本当に、すげえ怖かった。あれは怖かった。今でもね、あの急斜面はね、絶対無理だと思う。要はあんなとこで滑れるなって。本当に個人的にもうあれですよ。角度45度って、数学とかで習いますけど、45度って、案外こういけるような感じじゃないですか。でも実際45度ってものすごくて、実際体感してみると45度の急斜面は、正直、死にます、あれは。あれは本当に死ぬ。で、最終的にスピード出しまくると、結局足がついていかなくて、ちょっとのこう、デコボコがあったりするとガーンってなって、バランス崩してこけるわけです。で、しかもスキーだから、結構長いんですよね、スキー板って。だから、なんていうかな。なんか、こう、長いからバランスが悪いんですよ、結局。だから、難しいんです、結局。簡単な話。スノボーの方が難しいだろうと思いますけどね。言うてもスノボーよか多分、スキー板って長いから。しかも細いから下手すると折れるっていう。下手して変なところ、変な方向から入っちゃうと折れちゃう危険もあるわけじゃないですか。だからね、あれはスキーは難しいです。うん。思った以上に難しい。しかもほら、棒みたいなのを持ってやるじゃないですか。うん。まあ、だから好きな方が楽なんでしょうけどね。普通だったら。でも俺は運動音痴なんで。スキーは難しい。でもね、それ以降中級コースで行ってずーっと行ってたんですけど、案外面白いんですよね。うん。中級コースは案外普通に滑れるんですよ。割とちょうどいいぐらい。どこ滑りに行ったんだっけ。まあ多分俺の家から近いところだと胎内スキー場とかそこら辺だと思うんですけど、記憶にない。うん。だからね。まああとスキーじゃないんですけど、スケート、アイススケートって昔流行ったじゃないですか。であれもやったことがあるんですけど。あれもガキの頃ですね。小学生ぐらいの時。やったことがあるんですけど。あれは、全然ダメ。うん。スキーよか悪い。こんなやつに立つわけですよ。もう、スケートの靴が、
これぐらいのさ、なんかさ、まあ結局この、これで走るわけじゃないですか。で、ここの上に、こう、靴が乗ってて、みたいな。だから普通に歩くときでも、こう、これで歩かなきゃいけないんで。こうやって両足でこうやって。これで立つのも結構きついんですよ。あれ結構踏ん張らなきゃいけないから、力が、かかるっていうかな。バランス取るのに力かかるから、結構筋肉使うんです。で、いざ、氷上に立ってみて、見ると、もう、全くダメですね。うん。全然ダメ。もう、外周にこう、捕まって、もう、あーって、滑るじゃないですか。だから、立ってるのもきついんですよ。で、ある程度スピード出さないと安定してこないから、重心が安定しないわけじゃないですか。逆に立ってるの方が逆にきついんですよ。で、だから滑れないから、もうそこら辺で立って、うわーみたいな。で、しかも、結構大勢が、うじゃーっているわけですよ。で、こう回ってんのね。うじゃーっといて。バラバラーっといるわけじゃないですか。そのスキー場の中。スキー場ちゃう。スケートリンク場ね。だから、とにかく人が、かわす技術がないと、あれは危ない。だから、初心者は本当に、わーって出ていったら、多分誰かとぶつかってバーンってなるわけですよ。だからね、難しい。あれは誰もいないんだったらまだわかるんだけど、絶対誰かいるから、で、シャーシャー滑ってるわけでしょ。うまい人だとね。で、あんなごった返してる状態で、あんなもんできるかと。せめて誰もいないとこでやりたいわっていうレベルですね。誰もいないとこだったら、まあ、わーってできるじゃないですか。かわせはしないけど、わーって滑ることはできるんです。あれね、あんなごった返してる状態でね、あれ滑れっていう方が無理ですよ。当時、今はもうスケートリンク場なんてなくなったからな。どうなったんだろう、あれ。夏、そこのスケートリンク場多分もう今やってませんけど。冬は、スケートリンク。夏はそこ、プールになるんですよ。うん。でね、夏はね、もう行ったことありますね、確かに。うん。で、スケートリンク場が、まあ、今ないんで、あれなんですけど、定期的に1時間に1回ぐらいかな。結局、みんなが走るから、氷が、こう、ガサガサになって、スピードが出なくなる。ですよ。で、それを救済するために、なんか、1時間に1回ぐらいだったか、なんか変な機械がね、ロボットが出てきて、なんかこう、シュワシュワーって、なんか、水でこう、なんかするんでしょうね。シャーって。で、ピッカピカになって、で、こう、また滑るみたいな感じなんですけど、そのピッカピカになった後のが、ものすごく滑って、もうあれはやばい。もう、ツルンツルンになるんですよ。で、もうそれはもう初心者にとっては地獄で、もう、ひどい、もう、まともに立てないレベルでね、うわぁ、みたいな。余計なことしやがって、みたいな。個人的にはそう思ってます。でも、俺の兄貴が結構、割と慣れて、まあ、俺が2歳上なんですけど、結構ね、滑ったりして、まあ、スキーもそうなんですけど、俺が全然うまい。ね。さすが。もう、全くない。運動はね。まだスキーの方がまだ面白かったな。スケートは全然ダメ。あれは。あんな狭いところにさ、何十人もさ、ごった返してるんじゃさ、滑りようがねえよって。練習もできねえよって。話ですよ。本当に、スキーはまだいいんですよ。
広いから。広いからそんなにぶつかる心配っていうのはあんまない。まあ、そんなとこですかね。まあ、それ以降スキーなんて俺小学生の時以外、一切行ってないからね。なんか、噂されてるかもしれないですけど、新潟県の人間は、なんか、小学生の時に、その、必修科目みたいな感じで、スキーが、授業があるとかっていうところはあるんですけど、あれは全くのデマです。デマですっていうか、本当にスキー場とかの近いところじゃないと、あんなもんできません。だから新潟県に住んでいようと、本当にスキー場近くないとね、行けませんよ。だから俺、小学校とか中学校とかね、行ったことねえもん。行くわけねえわ。だって平地だもん。こっち平地だもんだって。俺が住んでるとこ平地ですか。山まで結構ありますから、ね。まあ、しかも山があったところで、そこスキー場じゃねえ山なんて腐るほどあるんで、山がすべてスキー場じゃないですからね。新潟県、まあ山いっぱいありますけど、結局、スキー場がないと意味ないんでね。まあ、学校の校庭になんか山みたいなのがあって、そこで冬はなんかこう、ソリとか滑ったりしたことありますけど、そんぐらいですね、せいぜい。まあだから全くもってスキーは上手くない。まあでもスノーボードはちょっとやってみたいはやってみたいです。案外、まあ、スキーもそうですけど、いきなり上級コースで行かなければ割と、面白いですか？あれ。割と面白いかな。慣れてくると。なんでいきなり上級コース行ったんだよ、俺は。わけわかんねえ。あんな滑れるわけないだろ。マジ死ぬかと思ったわ。普通に。あんなさ、急な斜面でさ、デーンって。もう断崖絶壁レベルですよ、もう。個人的に。は？みたいな。何この急な斜面みたいな。しかもある程度降りちゃうともう登ることもできないし、もうどうしようもないで。もう下るしかないですからね。地獄です。でもスノボだったらさ、横にしてさ、スノーボードを横にしてさ、ギャーって滑ってけばさ、ガリガリガリってやりながら滑ってけばさ、なんとかなるんでしょうけど、スキーだと横なんて、滑らないからね。絶対縦にしないと滑らないわけですから。あれはもう、ひどい。で、なんか、でも、スキー場か。スキー今度、まあ、行く相手がいないからあれなんだけど。スキー場ちょっとググってみましょうか。俺の近くであるか。タイ内スキー場だと思う。新潟のスキー場と。結構多いこともないか。やっぱ体内スキー場かな。一番近いのは体内スキー場か。体内スキー場ですね。一応新潟市内にもスキー場あんのか。違う、ないわ。なんだよ、これ。体内スキー場ですね。一番近いの。で、時点で、
二の字、スノーパーク、ニノックスか。あ、出たな。地獄のニノックス。ここ、超難易度が高いらしいですか。ここはやばい。ここはやばいですね。体内スキー場。ちょっとググってみる。体内スキー場ってこれを何キロぐらい？あ、結構近いわ。結構近いんだな、これ。車で多分、俺の家から、車で30分もかからん。いや、直線距離でね。地図上で行くと。まあ、あれ山だから、登らなきゃいけないからってことを考えると、それ以上かかるんだけど。多分、直線距離だったら、30分もかからないぐらい。2015年の12月の23日をオープン予定。スキーシーズン券。うわ、たっけ3万円だって。ひえー。一般3万8千円だってよ。レディース3万円。はぁ。いいな、女は。ほんと何でもかんでも女いいよな。安くて。安いって言っても3万もするんだけどさ。ダイナイスキー場所まで。これだけ？体内スキー場。これいくらすんの？リフト券。1回券が350円。うわ、高っ。回数券11回分で3500円。1日券3800円。うわ。1日券で3800円もすんのか。たっけえな。それだったら回数券があった方がまだいいで。1日に10回も行かないだろ。10回も行かん。12回以上多分行かないと思うぞ、これ。行けないと思うぞ。ああ。ナイター2000円。カップルグループ券。カップル大人2名6800円。これだよ。ここでもあれか、はぶられるのか、これ。スキー場レンタル。フルセット1日6000円。はぁ、あ。スキーまたはボードセット1日4000円か。うわぁ、するね。ウェアが、1日4000円。するね。しますね。普通に、するなぁ。あ、スクールなんてある。スクール料金。3000円、5000円。1日4時間5000円だって。あっけ？うわぁ。でも俺の会社の人間でも結構滑りに行ってる人いるからな。うん。こんなんだったらさ、スノーボードさ、4000円でちょ？ああ、まああれか。オフハウスとかにさ、100円とかで売ってない？あれ、スノーボード。1000円とかで売ってない？売ってる気がするんだけど。売ってるんじゃない？ 100 円ぐらいで。下手したら。俺だって、前、ゴルフクラブ100円で売ってたの見たぞ、俺。ゴルフクラブ。ドライバー。うわ、100円でこれ100買えんのか？みたいな。あったからね。ああいうの買えばいいんじゃねえか。体内スキー場か。懐かしいのか。今はどうなってるか知らんけど。ああ、ここ、林間コースってとこ行ったわ。これよ。昔通ったの。中級コース。この林間コースってとこ。ここは結構ね、わりかしなだらかでいいんだ。ここやね、うん、よく行ってた気がする。そうそう、そうそう、ここここ。あ、結構あるんだな、コースな。
中央ゲレンデ、はあ、はい、このリフトよ、このボロボロの、ボロボロじゃないけどさ、なんか、すっげえ頼りないんだもん、このリフトがさ。怖いよ、ほんとにこれ。マジで。すげえな。はい。久々に見たわ、こんなスキー場。スキー場とか。うわ。でもスキー場も高えな。ほんとに。結構しますね。子供の頃よくわからず滑ってたけど。結構するもんだね。ふぅ。もうお腹いっぱいだもん、これだけで。これ見てでもうお腹いっぱい。もう無理だよ、これ。もう、なんか。行く気なくなった。行く気なくなった。なんか。スノーボードちょっとやりたかったけど、まあ。高い。高いでしょ。一日、3000円かぁ。まあ、高いな。まあ、ね、一人で行ってもしょうがないでしょ、大体。うん、一人で行ってもしょうがないわ。もう誰か、なんか、ね、女の子と出会えるんだったら、まあ、わからんでもないけど。絶対出会えない。こうなんか滑っててこうドカーってぶつかっていったたたーみたいな、わーごめんなさいみたいなことになって、でなんかこういい展開にこうもつれ込む、もつれ込むパターンは多分ないわ。人生そんなに甘くない。ね。これは結構ね、冬物語美味しいです。これはあの、コクっていうかなんか、コクもあるしなんか、やっぱ、アルコール度数が高いだけあって、結構喉に来るっていうか、口の中になんか、いろいろこう、ぶわーっと。ただね、ただ香りはそんなないな。これは、なかなか、これは美味しいでしょ。普通に美味しいですね。4334です。ご視聴ありがとうございました。